結局だからなんか元カノがサちゃんっていう人がいて、俺がコメントしてたのね。でキャスバおいでよみたいな、なんかどっかから地方の人なんだよね。でせっかく東京にいたからキャスバおいでよみたいな、そういう流れがあって、それをまあ付き合ってたのが当時。それで嫉妬してるのかな、ちょっとそれで文句があったのかな。うん、あふわくまりです、忙しいっす。まあ暇なんですけど、わざと忙しく見せてる芸ですね。サチャ、サチャ、うん、ロンパリ、いやわかんない、普通の子だったよ。うん、普通に可愛い子だったね。で俺もキャスバー行かなかったから、ね、知らんか、秋田の人なんだ、まあ地方の人だったんだ。で東京に来てるっていうタイトルでやってて、キャスバーおいでよみたいな言ったんですよ。であんま興味なかったんですね、それほど。うん、俺からそんな行かないからね、ガツガツしないから俺。ほら可愛い子ってさ、ガチ勢がいるじゃん、花火師さんが、そういうのがいるから。俺とさいきなりコラボしてさ、その花火師さんが離れちゃうとかそういうの嫌だからさ、そういうの行けないから俺、行く気なかったのよ。ノリでその言ってたの、その時に。でその時コメントしたら政治だ政治だってなったから、うん、でちょっと嫉妬してるんだよ。困っちゃう。匿名さん、花火ナイス、ありがとうございます。配信スタイル変えたらこれかも、楽しい政治見せてくれ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとね、好きな子がいて、女の子のその家に行くとか、可愛いサムネがあったら、ロックオンするやつあったじゃないですか、できないんですよね。ちょっと今までの配信したらできないんですけど、今進化を問われてるんですよ。めちゃくちゃ今ね見られてて、すごいデリケートになってます。まあ、うん、ロック音源ができないですよ、あの女の子に。うん、もうそろそろ変えないとダメだなと思って、彼女できなくなっちゃうなって。あー、特命さんです、ナイス。恋は人生を変えるな、頑張れ、頑張ります。俺だからどんなに今可愛い彼女が来ても見向きもしないですからね。あー、特命さんナイス、ありがとうございます。特命花火屋です、ありがとうございます。うん、レイカ転ったみたいだから今か、いやいやいや行かないです。栗だけにね、一途になりますね。ママ旅閉鎖ですね、ちょっと。じゃ恋愛もちょっとね自粛しないといけないですだから、恋愛してる場合じゃないでしょ。彼女との決着はいつになるの、決まってない、決まってないです。あ、ありがとうございます。これなんだろう、ふわピーかな、ふわボン、ありがとうございます。バーガーです、最後の声でしたね。いや自粛しないといけないでしょ、恋愛とかね、濃厚接触になっちゃうでしょさ、恋愛したら。一緒に寝れました、脈はある、ちゃんとしてればね。ちゃんとしてないじゃんって言われちゃって、ちゃんとしないんですよね。だからちょっと変えてみようかな。玉破裂しそうっすね。やばいっす、パンパンっす。あ、こういうのもダメなんだ俺。だから下ネタも気持ち悪いって言われたんですよ。下ネタもダメだって。だからどうし、うん、言葉のチョイスがすげえ難しいっす。メガファレです。あと痩せてって言われて、80キロになったら付き合ってくれるって言われたんですよ。痩せればね、ワンちゃん。パンパンも言えないですよ、だから。パンパンは言っていいのかな？
メガハルです。いやー80きついでしょ。110キロなんだ今。何キロ落とすの？10でしょ。20キロ、20キロで90、30キロ落とさなきゃいけないの？無理でしょ。30キロは無理でしょ。小学生1人分だよ。だって白米やめてオートミールパンパンパン。30キロやばい。半年でいける。しんどいだろ。で皆さん、あの僕ね、一昨日かな、なんと自転車買ったんですよ。自転車、自転車でちょっと運動しようかなと思って、長井公園まで行っちゃおうかなと思って。パンパンだったら10キロ痩せる。痩せないよ。ライザップ行かないでしょ。やってなくない今の時期ん？だって痩せるの金かかるし、女の子とはすぐに疲れたり。ウーバーイーツでバイトしながら痩せる。自転車配信見たい。ウォーキング、いや自転車買ったんですよ。2桁ぐらいくらいでいいでしょ。それからそれくらいの整備がいい。90キロ台でいいってこと？いや80キロだったら付き合ってくれるって。嘘か本当か分かんないけど、笑いながら言ってたから、どうせ無理でしょみたいな感じで言われたんですよ、うん、だから一回俺自転車乗ったんですよ。あの難波の山田電機で自転車買ったんですよ。家まで帰ってきただけでケツがめちゃくちゃ痛かったです。体重でめちゃくちゃケツが痛くなって、これ無理やんと思って、10分ぐらいであの自転車乗ったんですよ。ケツめちゃくちゃ痛くなっちゃって、こんな痛くなるんだと思って。チャリ旅無理でしょ。ウォーキングのいいの？最初は痛いの？補助輪ついてないじゃん。久しぶりだとそんなもん。あ、体重関係なく、ケツメドっていうかケツ筋というか、ケツメドの周りの筋肉が痛くなっちゃって。電動じゃないですね。めちゃくちゃかっこいいチャリ買ったんですよ。しかもあ、でもダサいって言われるかな。ブリヂストンのめちゃくちゃかっこいいチャリ買ったんですよ。サドルに美白は塗ってないです。サドル変えられる？いやでもサドルもめちゃくちゃかっこいいんですよ。ブリヂストンのなんかマークが入ってて、あれ買いたくないですよね。ちょっとオートミールってどうなのそれ。本当に何なのオートミールって。乗れなかったらダサい。チャリンコ痩せるでしょ。でも痩せない。ブリヂストン。サドルケツメド痛い。知ってる？あのブリヂストンの自転車、あのフレームにブリヂストンって入ってる。サドル盗まないように1日30分ぐらい痩せる。毎日乗れば痩せれんの？あ、硬いのかなサドルが。サドルのケツの肉でサドル見えないだろうが。それな、それなんですよ。それなんですよ、マジで。やばいっす、マジでケツ痛いっす。ちょっと乗っただけで、もう途中信号待ち降りたもんね、ケツ痛くて。いや、あと食べちゃうんすね最近ね。弁当2個買っちゃうんすね。なんでチャリ取り。自転車こいだとケツ見せて、見せらんないでしょ、バンになっちゃう。チャリじゃ痩せない。体重計買わなきゃなと。
ケツがサドルめり込むんです。チャリでドリフト、家借りた意味ないです。だから電波ないんですもん。だって家に電波来てないんですよね。くるくるするって。 Wi-Fi 使っても 4G でもくるくるする。食べ物か改善、毎日の豆腐。そうだから自転車 買ったんですよ。だから南行くときとか、また車出すのかよと思って。車出す程度でもないとこが結構あるんで、3ヶ月で20キロしてた。 Wi-Fi もダメ。肛門の中にサドル行っちゃえば痛くない。ああ、それは痛くないかも。あ、でも最初が痛いね、サドル肛門に入れるときはね。炭水化物減らさないと痩せないよ。あ、Wi-Fi のことを管理会社に言ったら、ブロッコリー、鶏肉、胸肉、ゆで卵。飽きるんだよなそれ。やったことあるけど休むまで確かめなかった。調教済みじゃないっすね。いや、クロスバイクじゃないっす。なんだろう、なんていうバイクなんだろう、あれ。いいお茶あるよ、タンパク質。ペローション塗れば、塗るって入るかも。いや結構でかい。なんていう自転車だっけな、ブリヂストンの自転車なんですよね。めちゃくちゃかっこいいんですよね。うん、今日は一緒に寝ないですね。もうね、NG ワードで、ね、先寝るねってコメント来てたから、今日は多分、ダメですね。これかな、これかもしんない。あ、これじゃねえ。めちゃくちゃかっこいいんですよね、俺のチャリンコ。マジでこれかな。玄米にしよう。ミルキークイーンやめなきゃダメね。嘘でしょ。あ、これだ、俺のチャリンコ。めちゃくちゃかっこいいの。これドアップできねえかな。米あかん。これダメだな。わかんねえよこれじゃ。買った。見せるわ今度。家止めたらサドル切られない。わかんない。やめてよそういうの。やるやついるじゃん。俺バイク買ったら切られたからね。うん、そういうやつするやつ大阪にいないと思うけどね。あれは怖いわ。アンチにサドル抜かれてセロリさ、せめてブロッコリーにしてくれよ。それ犯罪だぞマジで。大阪チャリ窃盗多いから気をつけて。いやー、誰がやったんだ分かんない。名前は出さないで、これちょっと確証がないから。やめて、書かないでこれ。ちょっとやめて、ちょっとこれやめて。確証がないからさ。いや、こっちにはね来ないですね。家には来たがらない。なんでかって教えるか。俺の家が特定されてるから、来たがらないんで。ふざけんなよマジで。大好きな子が来ないじゃねえかよ家によ。ふざけんなよマジで。特定されてるから怖いって。